ゆきちゃん、おはよう。ありがとう。さっちゃん、おめでとう。お母さん抱っこ。いい子ね。今日一日だけは楽しく過ごしましょう。うん、なんて言うんだっけ、お母さん、捕まってる人を許してあげるのって。恩赦かしら。うん、それ。今日はみんなに恩赦を出すよ。まだ死んでない人たち全員体育館に集めておいて。楽しいお誕生日になるといいわね。やはり学校、ここは天神小学校か。クソ、また幸せの幸子さんを止められなかった。初めて入る気がする。
天神小学校に飛ばされて、チャイムが鳴って大きな地震があって、気がついたらみんなは2年9組の。もう心配したんだから。大丈夫か？怪我してないか？うん。篠原も平気か？うん。もうナオミ、話。あ。やだ。ゆか、ゆい先生。お兄ちゃん、大丈夫？サトシ。みんな。ヨシキ、篠崎、鈴本、森重も。みんな無事だったんだな。バカね、サトシ。何泣いて。ひでえ顔だぜ。なんだよ、みんなこそ。くそ。会いたかったんだからな。持田くん。一体どう気絶している間に誰かに意図的に集められないとこうはならないだろう。そうね、再会はできたけれど、見たところ天神小学校から出られたわけでもないから、手放し、みんなまだ気を緩めないで。皆さん静粛に。気がつきましたか？誰？どこで喋ってるんだ？はい、静かに、ちゃんと前を向きなさい。喋って
ろって。誰も立ってねえじゃねえかよ。獣は何回もこの一日を過ごしてると僕は今回いつもと違って過ごされる。今日が終わり次第本来ありえない番外じゃないや、グレート二度と会えない人もいると思うので今日だけは十分に知ってね。なんだそれ。犠牲者の名前ちゃんと覚えてるの？あの子。帰りたいんですけど。やだめ。お前の誕生日とか知るかよ。帰らせろよ。そうだそうだ。宿題やってない。宿題して。だいたいてめえ何様だよ。ガキの分際で俺たちをコケにするなんて10年早っ。朝礼中は手を挙げてから発言してね。名前だと思ったのに。
拍手、拍手しとけみんな。なんでお前を大人にな…いや、わかんないけど…司くん高校の時のま…はい、はい、北大学園高等部2年級の鈴本真由さん。あのね、幸子さん、せっかく楽しい一日にするのならもっと明るいタイトルの方がいいと思うの。そうね、お前何考えてるんだ。あいつは俺たちを閉じ込めて。分かってる、私だって怖いよ。レイに同情しすぎちゃいけないって言うだろ。こんな空気に飲まれちゃダメだ。分かってないのは森重君の方かもしれない。あのレイの隙をつくためにとりあえず従っておくふりをするって手もあるわ。それぐらい何よ。じゃあ開幕だよ、ヒステリックバース。ゾウ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 殺すゾウ。なんだか、なんでラップ。埋めるぞ死んじゃうぞ。令状だけにラップなんか怖いこと言ってるぞ。おかしい、落とすぞ埋めるぞ死んじゃうぞ。最初の催し物だけは幸子が決めるね。そうね、サチコ、ラブ…あれ？サチコ、ラブコメみたいなって…ラブコメだ？うん、ラブコメ。学園ラブコメって今すごく人気ある。まあ、でも俺とラブコメに何の関係があるんだ。まあ、俺と篠崎が主人公っていうなら、悪…今…岸沼くんこっちを見た？って、なこっ恥ずかしい真似できるかっての。うん、岸沼くんなんか怒ってるね。人気があるってことはすごく面白いかもな。じゃあ見せてくれるよね。ま、内容次第じゃねえのか。テクノボ、例のものを配ってちょうだい。
台本天神小学校ハーレムスクールデイズラブ、うん、面白す。ラブコメとか詳しくねえけどろくでもねえタイトルだってのはわかるぜ。まあそうみたいだな。まあ別にいいけどよ、俺が主役ってのも変な感じだしな。他に出るのは中島に篠崎も出るのかってことは、なんか気分悪いぜって続き。それに結先生に、お、ゆかもいる。桐崎東子って誰だ。おす、まあとりあえず中身見てみるか。うん、うん、だってこれサトシが理由もなくモテモテになるだけじゃねえか。だってラブコメってそういうものだよね。主人公が大したりかもしれねえが、こんなもの篠崎たちにやらせられっかよ。私は別にいいけど。本当にいいのかよ篠崎。ハーレムだぞハーレム。もうしょうがないわよね。え、じゃあもしかして中島もか。私も主人公がサトシだったらいいかな。あ、別に変な意味じゃなくて、そのゆか、え、まだ台本読んでないけど。ゆい先生もかよ。私まだ何、先生も賛成なのかよ。もろ手を挙げて賛成ってことはないけど。へ、みんなは言ってるけど。うるせえ。篠崎たちがいいと言ってもこの俺は認めねえぞ。兄ちゃんさっきと言ってること違う。そうよ岸沼君、何を熱くなってるの。ちっちゃい人間と思われるかもしれないが、俺はお前がサトシと仲良くするところなんて見たくないんだよ。とにかく俺はこんな茶番には付き合わないからな。そもそもお兄ちゃんの出番はないけど。だとしてもだ、俺は絶対に反対だ。俺も気に入らねえな。主人公にするならこんな特徴のないやつより俺にするべきだろ。特徴ないの俺。というかそんな話してなかったよね今。聞こえなかったのならもう一度言ってやる。主人公にするならこんな特徴のないやつより俺にするべきだろ。言わなくていいよ。というかそこじゃないだろ俺が突っ込んだの。持ち田に特徴がないかどうかはともかく、俺もこんな茶番に付き合う気にはなれないな。それにやるとしても主役は演劇経験者の俺がやった方がいいと思うけどな。え？森重も否定してくる。聞こえなかったのならもう一度言おうか。いやだから聞こえなかったとは言ってないだろ。俺否定してくれないことを嘆いてるだけだよ。持ち田に特徴がないかどうかはともかく、俺もこんな茶番に付き合う気に。それにやるとしても主役は演劇経験者の俺がやった方がいいと思うけどな。今言わなくていいって言ったよね。なんで余計なことはたくさん言うの。特徴がないかどうかともかくサトシ、お前も反対だよな。こんよしき、聞こえなかったのならもう一度言うぜ。だからもう言わなくていいよ。俺が嘆いているのは聞こえないことじゃなくて。それはそうだけど。なあ、お前に特徴があるとかないとかの問題じゃねえんだ。なあ、ヨシキ、お前もそう思ってるのか。ヨシキ、もしもし、ヨシキ。どうしても答えないといけないのか。すごく答えづらい質問だったの。俺に特徴があるかどうか聞くのってそんなに厳しいことなの。お兄ちゃん、ねえユカチ、もしかしてユカチのお兄さんって特徴ないの？キャラ当たってないってやつ？さつきちゃん。だってみんな言ってるし、
誰も否定しないよね。でもそんなにはっきり言ったらいくらなんでも。まさかお前まで。違うよお兄ちゃん。お兄ちゃんってすごく主人公っぽいよ。かっこいいし、いらぬかけはやるし、最後はやっぱりお兄ちゃんがいないとだし。それって特徴があるって、ないと言ってるようにしか聞こえないですよね、普通の主人公。でもさゆかち、主人公みたいっていい意味だけど、要するに普通って意味でしょ。そんなことはどうでもいいんだよサトシ。そうだった、今は俺に特徴がないかどうかなんて関係ないんだった。サトシ、お前も反対だよな、こんな台本。俺はもちろん。俺は賛成だ。せっかく今日は怖いのはなしって言ってるんだから、ここはおとなし。見損なったぜサトシ。お前は自分さえ美味しい目に遭えるなら、俺や篠崎がどう思うがいいってことかよ。違うよしき、俺はただ幸子には逆らわない方がいいって思ってるだけで、それに篠崎も問題ないって言ってるし。で言ってるのか篠崎。え、私さっきもこの台本でいいって言ったでしょ。だけどよ、でもサトシが主人公で。だからそれも持田くんならいいって言ったはずだけど。岸沼くん。くよしき、大丈夫か。なんかショック受けてるみたいだけど。サトシ、俺はもうお前のことを友達とは思わねえ。ヨシキ、なんでそこで怒るんだよ。なんでラブコメをした方がいいって分かってくれないんだ。分かってないのはお前の方だサトシ。俺、お前が何を言ってるのか分からないよヨシキ。とにかくラブコメにはどうして。せっかく楽しい一日にしようと思ったのに。どうしてって、お前がふざけた。ひどいお兄ちゃん。お兄ちゃんなんて呼んであげない。石沼たちがそういうつもりなら幸子にも考えがあるからね。やべえ、激凛に。逃げたい奴にはチャンスをあげる。もちろん簡単なことじゃない。あのドアの先には脱出ゲームがあるの。もしゴールまでたどり着けたら、その時は誰かもう一人と一緒に逃がしたい。マジかよ。もしゴールできたら。だけどね。大丈夫。主よ、慈悲深き常在の光を、私たちをお守りください。よくわからない場所でも。ええ、主はどんな時でも、どこにいても私たちを見守っていてくださる。嫁は本当に経験だよね。隣にいると心が洗われるわ。気を抜いちゃダメよ、闇に取り込まれてし。え、闇って何か悪いものか。悪いものというか、
この空間自体が持ってる力が、空間自体が持ってる、教会に行くと感じるでしょ、聖なる力を。まあ空気が綺麗だなくらいは感じるぞ。ここはその逆なの。確かに息苦しいな。ここ淀んだ空気は淀んだ力が生み出してるの。そしてここにはその力を、怖いのか、まさか。そうね、しかもそいつはもうそう遠くないところにいる。大丈夫だ、問題ない。どうして。私の愛が嫁を導くからだ。強いものなどこの世のどこにある。主の愛より深く強いものなどない。主の愛と同様、私の愛は嫁を守り導くも。それは心強いわね。うん。ちなみにその怖い存在はそこの扉の向こう。マジでか、凶悪。残念ながらマジね。凶悪かどうかはわからないけれど、いずれにしても先に進むしかなさそうね。主よ、お守り。待て嫁、ちょっと待て。何？乗り込む前に嫁の髪の香りを嗅がせてくれ。まあいいけど。ラン？ちょっとラン、大丈夫なの？ゴールできたらもう一人と一緒に。ってことは俺がゴールできたら篠崎をこんな妙なところから助け出せる。さっきから岸沼くんが何度も私の方を見てる気がするんだけど。かん、よし、さん、よしき、本気で。ああ、ゴールできたらここから出られるんだろう。しかももう一人と。それはそうだけど、いやダメだ、このゲームはやっちゃダメなんだよ。どうしたんだよサトシ。だからこのゲームは危険だって言ってるんだ。もしかしたら命だ？こんなこと言って単にラブコメしたいだけじゃないの？違う、冗談じゃな。じゃあ誰が篠崎を助けるんだよ。んお前じゃ拉致が開かねえんだよ。篠崎は俺が助ける。よしき、岸沼くん、さっきから何言ってるの？え？というかとりあえず従ったふりをして幸子さんの隙をつこうと思ってたのに。そう、ほんと素人は黙ってればいいのに。さすがにここまではっきり。でも今は非常事態だからこんなこと言ってるだけで、冷静になれば篠崎だって。そのためには俺が。幸子、その脱出ゲームってやつ。そう幸子、ちょっとなんだろう、あの岸沼って人を見てると胸がドキドキする。どうしたのナーナー。なえ、あナリちゃんはこの場所なんだか見覚えがあるって感じがしない。私は別に。そっか、じゃあナーナちゃん、私ん、どうし、チハンヤン、言いたいことがあるならはっきり言いなよ。だからもうイライラするな。何なの？ナリちゃん、そんな言い方したら千早ちゃんだって言いづらいよねえ千早ちゃん。うん。どうせ私はせっかちだよ。
悪かったね。なりちゃんも拗ねないでよ。それで千早ちゃん、さっき言いかけたのは千早ちゃんも見覚えがあるって。私も。じゃあ私のこの胸のドキドキも。千早ちゃんはあの岸沼って人見覚えある？ううん、あの人には。そっか。でもあのメガネの人は。メガネの人ってあの学ラン来た人？うん、なりちゃんも。私は記憶にないな。どこって言われてもなんとなく会ったことがあるような気がするだけで。気がするって。でもあの人確か森重。なりちゃんも多分。ということは3人とも何か覚えがあるってこと？うん、だね。会ったことあるはずなのに記憶が曖昧になってる。しかも私だけじゃなく嫌なことが起きなければいいけど。ねえ、しげ兄。しげ兄もこれに参加するの？ああ、助かるのが自分一人だけなら参加しなかっただろうが。マリは俺が助け出すんだ。しげ兄がそう言うなら止めはしないけど。なんだ、何か。しげ兄絶対戻ってきてくれるよ。ああ、もちろんだ。うん、そうだよね。しげ兄頑張って。しげ兄はああ言っていたけど、なんでだろう。もうこんなの私の気のせいだよね。しげに当然一番手はこの俺だ。文句あるやつはいねえよな。一番は島だね。最初は不利だからボーナスあげちゃおうかしら。もっともゴールできたらだけどね。ボーナスか、なんだかよくわかんねえが面白くなってきたぜ。おい桐崎。何？俺がゴールしたらお前を助けてやってもいいぜ。え？ま、それなりの礼はしてもらうけどな。それなりの礼って、あいつ絶対ろくなこと考えてないよね。どうしたんだ、顔色が悪いみたいだな。え？別に。ゆうや、心配してくれたのかな。ゆうやは参加しないの？どうも興味が持てない。ゆうやは他の男子たちと違って大人だよね。ん？どういう意味だ？気にしない。なんか困らせちゃったかな。でも困ってるゆうや。ほんと島田じゃなくてゆうやならお礼してもいいのに。私何考えてんのよ。桐崎、今度は顔が赤いみたいだな。なんでもない、なんでもない。ゆうやにこんなこと考えてたなんて言えないよ。そうか。お、島田がスタートするみたいだぞ。え、まだ合図ないよね。もう待ちきれねえ、さっさとゴールして切り裂きのやつだ。俺だけ先にスタートしても別にいいよな。いきなり落とし穴だ！島田！島田、フライングは失格だって学校で習わなかった？島田、死んじゃったの？多分今回は死なないんじゃなかったの？幸子に逆らった奴は容赦しないということらしい。でもよ、逆らわなくたって今日っていうサービス期間が終わったら平気で死んだりする現実に戻るんだよな。黒崎、まさかお前
参加するつもり。どの道恐ろしい日常に戻るのなら助かるチャンスは今しかない。違うか？かもしれないが、島田がどうなったかは見たはずだぞ。やめておけ。いや、俺も黒崎に賛成だな。ゴールした人間だけでなく、もう一人助け気がする。お前らしくない理由だが。ああ、自分でもそう思う。だがここにいるともっとひどい目に遭わされる予感がするんだ。しかしうまくゴールできれば、島田以外の白檀の人間は助けられる。それは俺にも参加しろということか？キザミ、お前が参加すれば6人助かるんだぜ。しかし危険すぎる。落とし穴以外にもどんな罠があるか分かる。そりゃ何が待ち受けてるかは分からないけど、でも俺がゴールしたら美月さんを助けてあげられるんだ。そうね、黒崎の言う通りチャレンジする価値はあるわね。木上くんが行かないなら私が行っ、何よ二人とも。やる気のない木上くんより私の方がよっぽど役に立つと思わない？でもそれだと俺が美月さんを助けられないんだよな。確かに美月の方が適任かもしれないが。なーに、何か問題でもあるわけ？いや別にそんなことは。俺も美月さんが一緒の方が心強いし。なあ黒井。ああそうだな、美月がいてくれた方が助かる場面もありそうだ。じゃあ決まりね、全員で脱出するわよ。白檀高等学校ファイト。おお、美月、もう島田くんがいないから全員で脱出って無理なんだけど。おっしゃ、クリア。あ、ヒュー、やったね涼介。あれ浦部、みんな何この人を見てると不気味というか、でもそれだけじゃないような怖さを感じるよ。ここに残った人たちにはそのテレビでレースの様子を見せてあげるね。それにしてもフライングで早くも一人失格なんて、せっかく集めた情報が無駄になっちゃった。ナホタン、幸子さんの隣に。アイコよね、あのレーグコレクターでお金にもうるさい情報屋、庭アイコに間違いないわ。アイコ、あら、ナホちゃんたらひどいものいいね。あなたがレーグコレクターなのもお金にうるさいのも情報屋なのも事実でしょうが。まあそうね、でも一緒に言われるとすごく印象が悪いじゃない。別々に言っても大差ないと思うけど。言われてみればそうね。じゃあもう一つのナホちゃんの。それはね、幸子が解説役に呼んだのですって。ですってじゃないでしょ。あなた、ここがどういうところか分かってるの？それはこっちのセリフよ。ろくな知識もなしにここに踏み込んだのはナホちゃんの方でしょ。しかも今日は仮に呼び出されただけだから、あなたたちを助けてあげることはできない。でもね、こう見えても私どうだか。あらあら、これまで何度となくナホちゃんの危機を救ってあげてきたつもりだけど。その度にちゃっかりレアなレーグを入手してたのを私が知らないとでも思って。あら、喧嘩は後にしてね。アイコ、さっき落とし穴に落ちた島田のこと教えて。どのやつだったの？じゃあもらった分の仕事はしないとね。やっぱりレーグをもらったのね。そこはそれ、私もプロですもの。さっき失格した彼は島田海斗。あれうま、白檀高等学校の2年4組。粗暴な振る舞いから恐れられている一方で、不良や一部の女子からは。結構悪いやつだったの。そうね、彼にはなんと
彼女が10人全員に好きなのはお前だけだぜって言ってたそうよ。わあ、最低。お気に入りのサバイバルナイフは実は通販で手に入れたものってあたり結構小物っぽいわよね。ったく、人のプライバシーをペラペラ喋って情報屋の自覚ゼロなんじゃないの、アイコは。でもまさに女の敵って感じみたいだし、少しぐらいならいいんじゃない。まあ11股をかけられる被害者を出さないためにはね。全く同じ男として恥ずかしいやつだよ。ま、俺のさやかは間違ってもそんな男には騙されないけどね。ギャー、どこから湧いたこのバカ犬。びっくりするのはわかるけど、さすがにさやか、溝落ちにコークスクルーはやりすぎじゃない。いいのよこんなやつ。私も人のことは言えないけど、さやかは犬丸くんにきび、単に家が隣で幼馴染だからって当たり前のようにくっついてくるんだよ。気持ち悪かったよ、なほたん。犬丸くん結構頑張ってると思うけど、多分さやかが行く。キャー、犬丸が私を探し回ってたなんて想像するだけでゾッとするよ。なほたん、やだな。さやか、そんなに恥ずかしがることないのに。君のためならたとえ地獄にだってはせさんじるつもりでいたから。っていうか、ほんとなんであんたまでここにいるのよ。ゲームだけやってる人には誰だかわからないくせに。何をわけのわからないことを言ってるんだい、さやか。俺とさやかがステディーな関係だってことを知らない人がこの世のどこにいるって言うんだい。な、関係じゃないし、もちろん知ってる人なんてどこにもいないし。照れちゃって。俺のさやかは本当にか、誰がお前のだ。さやか、俺の学習、この犬丸に同じ攻撃が二度通用しないのはもはや常識。いつからそんな常識ができたのよ。それにこれだけ言っても私に気がないとわからない男の学習能力をどう評価しろと。またまた、さやかが俺に気がないとしたら誰。なほたんに決まってるでしょ、なほたんに。それもどうかと思うけど。マホタン冷たいよ。というか、もっと別に聞くことがあるでしょ。そうだった。犬丸、なんであんたがここにいるのよ。もちろん愛が。聞いた、私がバカだった。真面目な話、幸せの幸子さんをしたわけじゃないわよ。俺こう見えて友達いないですからね。さやか以外興味ないものね、犬丸くんって。そういえば、さっきまでいた田口さん29歳がいなくなってる気がするけど。はいはーい、私さっき見たよ。どこに行ったの。詳しくはわからないけど、ビデオカメラ片手に外にフラフラーって。はあ、本当に心配。まあね。でもさやか、追いかけちゃダメよ。さえのきさん、多分だけどその田口さんって人、なんか丹羽さんと話していたよ。愛子と、正確には幸子と丹羽さんですけど。嫌な予感がする。バカ犬、愛子さんはともかく幸子さんと話してたら止めるとか何かあるでしょう。止めてたら褒めてくれたのかい、俺のさやかは。褒めるわけないでしょう。というか、誰があんたのものだって。本当に照れ屋だな、俺のさやかは。幸子、関係者っぽい人を適当に連れてきたからよくわからないんだけど。ねえ愛子、あのかわいそうなお兄ちゃんは誰。一言で言えば、
さやかちゃんの犬かしらね。なんてことを言ってる間にレースは始まってました。1位は篠原聖子選手。聖子早い早い。篠原選手スタートは遅かったはずなのに驚くべき速さで1位に躍り出ます。まるでテレポート能力でもあるかの。テレポートテレポート、私ぶっちぎりだよナオミ。コロミやったじゃん。頑張れ。内臓だし。ひどい光景。でも今の私はこんなことで、なぜなら私の心にはナオミへの愛の炎が燃えているから。落とし穴に落ちろ。ヤジも気にならない。ナオミの応援しか私には聞こえない。今日という今日は速攻で片付けるよ。そしてナオミと一緒に脱出するの。え、今セイコなんて言ったの。私脱出ゲームに参加する。危ないよセイコ、さっきの赤い髪の人が。うん、でもこのまま手をこまねいてても、このナオミだってなんとなく分かってるんでしょ。私たち、うん、はっきりとは思い出せないけど、私たちだからここは私にお任せ。でも聖子。どうしたのナオミ。聖子が首を吊ってる場面が。うん、ごめん聖子、気のせいじゃないと思う。多分私ここで。だからこそだよナオミ。私そのそれって、うん、私とナオミ、そう、親友。ナオミにとって私は親友、私にとってはもっと親友だから。私ナオミと一緒にここから出たい。聖子、ま、ナオミは持田くんとの方がいいかもしれませんが。聖子、それは冗談として。そういうわけで篠原聖子脱出ゲームに出動します。聖子ちょっと止めないでナオミ。うん、もう止めない。でもちょっと待って。あっ、ナオミ、邪魔さないでよ。私にできる。ごめん、そしてありがとうねナオミ。聖子、私もう止めない。でも絶対無事にゴールして。体が軽い。こんな幸せな気持ちで走るなんて初めてかも。もう何も怖く、私一人ぼっちじゃないんだから。それはどうかな。オピニオン。あ、廊下に穴が開いてて先に進めないみたいだけど、コース間違えたかな。そこのドアが開いてる。廊下を走って各教室の障害をクリアしていくってことか。せっかくのところ悪いけど、一気に決めさせてもらうよ。競争。ナオミは気づいたみたいね。向こうへの音声切っちゃったから。まあ幸子ちゃんたら残酷。聖子ダメ。ほへおいわひほはへ。とどめよ、ペロフィナーレ。聖子、成功、そのパン
の？パンが襲ってくるとは。ここはパンの惑星？なんてふざけてる場合じゃないか。確かに聞こえたよ、ナオミの声。ナオミが私を心配する声聞こえたよ。ナオミが私を助けてくれたんだよ。え？嘘。とろり、来たー来たーぽろり、ぽろり、ぽろりせいこ、無理にでも止めるんだった。こうなるって分かってたんだから。ごめんね、せいこ。私が自分…中島さん、あの…いいえ、私のせいなんです。聖子が助からないのは。聖子、ごめん。中島さん、教師である私がもっと用心してみんなを守ってあげられなかったから。あ、サチコ、ファクトを解除するの忘れてた。それじゃあ聖子は絶対死んじゃうよね。あらあら、サチコちゃんたら、うっかり。うっかりさんで済むレベルじゃないでしょ。パン食い競争の次は普通の廊下？なんだよこの長い木の板。なんかの漫画でこんなの見たぞ。それにしてもなんて高さだよ。暗くて下よく見えねえし、もしかして他にも見えないトラップ。何してるの黒崎。何ってこんな場所をいかにもトラップが仕掛けてありそうだし、よく見てから渡らないと危ないだろう。それで何か分かったの？それがさっぱり。だったら考えるだけ無駄じゃない。それはそうかな。ほらさっさと行くわよ。美月さん？細いけど思ったより頑丈みたい。大丈夫、焦らなきゃ。今は大丈夫でも先に行くほど細くなってるから危ないって。え？暗くてよく見えないけど、なんで知ってるの？某漫画ではそうなってたんだよ。だとしても渡るしかないでしょ。だな、お前が続かないのなら次は俺が行かせてもらう。ふくろいてめ。用心するに越したことはないが、心配のしすぎもどうかと思うぞ。ああ、それからお前が渡るときは少し距離を空けてくれよ。まとめて落ちるより一人でも多く生き残れるようにしたい。わかってるっての。とは言ったものの、やっぱり嫌な。黒崎。そりゃそうだよ。こんな状況じゃ誰だって。でもここに関しては幸子は何も。え？マジ？うん、信じる信じないは黒崎次第だけど。幸子ちゃんには約束を守らないといけない理由。そうだよ、黒崎なんかプチッとやっちゃっても